川村君です。川村君です。川村君です。こっちこっちこっち。次は中津川です。あと10分少々で到着します。何を言うかなって聞きたいの。
中津川駅周辺には馬込宿がございます。馬込宿から三重川宿までの基礎11宿21里を基礎寺と呼んでいます。馬込宿は基礎11宿の最南端で馬込峠に続く石畳の道があり、江戸の情緒を感じられる宿場町です。木曽路はすべて山の中であるの書き出しで始まる小説夜明け前で有名な島崎藤村の故郷としても有名です。藤村の聖家である馬込本陣跡に建てられた記念館では歴史と文学の香りに浸る豊かな時間が楽しめます。また中津川市は栗きんとんでも有名な町です。かつて秋に山栗が実ると蒸した栗をすり鉢で潰し砂糖を混ぜて餅やご飯にかけたり茶巾で絞ったりして食べられたものが栗きんとんの始まりと言われています。江戸時代には東の一の商業地として栄え東西の文化が入り混じる場所柄文人も集まり栗きんとんは茶会などのお供として広がっていきました。毎年8月下旬頃から中津川の和菓子店などで栗きんとんが発売されています。ご乗車ありがとうございました。中津川です。お出口は右側3番線到着です。中津川を出ますと、なぎそに止まります。ぶっ通して起きてる。371の揺れで倒れそうでしたもん。トランポリンの揺れで。はい、じゃあ、また、ご連絡ください。またね、はい。ブラックホワイトの本気でやって終わった。